はい、えー、俳優の東出が結婚した件についてなんですけれどもこれについて思ったのは「東出おめでとう!」って思いましたね。というのもあのー、東出は昔あんと結婚しててそして不倫して別れたんですよね。で世間からすごいバッシングを受けたんですよ。 えーにもかかわらず今回再婚するっていうことで東出のやっぱ強靭なメンタルを俺も見習いたいなって思いましたね。山暮らしして狩猟採集で生活してそこで出会った女性と結婚するっていうなんか自然に生きるってかっこいいなって思ってましたし東出に関しては自分の本能のまま生きてる感じが男らしくて潔くて好きだなって前から思ってました。 好感度のために芸能界にいてずっと好感度を上げるために活動してる他のコメンテーターとかと違って東では自分のやりたいことをやって抱きたい女抱いて生活してるのが男の憧れって感じましたね東ではこれから新しい奥さんと子供と幸せになってほしいですね